アントニーナ・バシー・リエブナ・ネジダーノバは、ロシア及び、ソビート連邦のソプラノ歌手。ロシアの声楽界を代表する歌手の一人である。夫は指揮者のニコライ・ゴロアノフ。1873年に、オデッサ近郊のクリバヤ・バルカで生まれた。1899年から1902年にかけて、モスクワ音楽院で、ウンベルト・マゼッキに指示した。卒業するとすぐに、ボリショイ劇場に、 ソリストとして招聘され、グリンカ、皇帝に捧げた命のアントニー大役で初舞台を踏んだ。ボリショイ劇場では、その後30年以上にわたって、オペラの主要な役を演じた。彼女が演じた、主な役には、グリンカ、ルスラントリュドミラのリュドミラやチャイコフスキー、エフゲニー・オネーギンのタチアナ、ロッシーニ、セビリアのリハツシのロジーナ、ドリーブ、ラクメのラクメ、リムスキー・コルサコフ、 雪娘の雪娘、里子のボルホバ、近景のシェマ派の女王などがある。その中でも特に、彼女を有名にしたのは、皇帝に捧げた命のアントニーだとリムスキー・コルサコフ、皇帝の花嫁のマルファの演技だった。ネジダーノバの歌唱は、透明な発声、音程の正確さ、およびコロラトゥーラの技巧により高く評価された。舞台上での演技については、ヒョードル・シャリア・アピニア、 コンスタンチン・スタニスラフスキーの助言も受けたが、彼女が最も意を払っていたのは歌による人物造形だった。彼女と定期的に共演していた男性歌手がレオニード・ソビノフで、彼らのデュエットは、その完璧なまでのハーモニーにより、オペラ芸術の勘と称えられた。オペラ以外の声楽作品の演奏にも取り組み、ベートーベニア・シューベルト、チャイコフスキー、ラフマニノフ、 ストラビンスキーなどの歌曲やロシア民謡などを歌った。ラフマニノフやアレンスキー、グラズノフ、スクリャービン、夫のコロワノフともしばしば共演した。特にラフマニノフからボカリーズを検定され、作曲者との共演により初演したことはよく知られている。1936年にはソ連人民芸術家の称号を与えられ、同年からボリショイ劇場のオペラ養成所で声楽を教えた。 1943年からは、モスクワ音楽院の教授となり、リムスキー・コルサコフやラフマニヌフ、ソビノフなどについての論文を執筆した。1950年に、モスクワで亡くなった。同年より、オデッサ音楽院は、事故の名称に、彼女の名を冠している。1977年に発見された、小惑星ネジダーノバは彼女にちなんで名付けられた。ありがとうございます。